つまりフラードは知能を持った全ての有機生命体に寄生するわけです。どうかしましたか？いや、何でもない。では行きましょうか。あいにく私が協力できるのはここまでです。規則ではインデックスを使いシステムを起動するような重要な仕事は私のクラスのユニットでは許していません。最終ステップはあなたにお願いします。コルタナ、私は今までずっとここに閉じ込められてあなたが宇宙を破滅させる手伝いをする姿を見てきたのよ。待て、こいつは味方だ。まあ、それは気がつかなかったわ。親友かしら、それとも仲間？そいつがあなたに何をさせようとしていたか分かっているの？ああ、ヘイローの防御システムを起動しフラットを全滅させることだ。それでインデックスを。これのこと？AI がコアに。そんなことは絶対に許されません。黙りなさい。無礼な AI だ。すぐに処理しましょう。それが得策だと思うの？よくそんなことが言えますね。私はどうするって？インデックスを握っているのは私よ。消えなさい。もういい。フラットは増殖している。ヘイローの防御システムを起動したら奴らを一掃できる。全然分かっていないのね。なぜフォアランナーがこれを作ったと思う？ヘイローはフラットを殺さない。フラットの餌を殺すのよ。人類、コブナント、全てよね。生命体はみんなフラットの餌になるわ。フラットの暴走を止めるには餓死させるしかない。そしてそれこそがヘイローの役目。宇宙全体から全ての知的生命体を消し去ること。彼に聞いてごらんなさい。本当なのか？大体合っています。このシステムから照射されるパルスの最大有効範囲半径は25,000光年です。おそらくこの宇宙にいる全ての生命体、少なくともフラットの空腹を満たすのに十分な知的生命体はいなくなってしまうでしょう。知っていたはずだ。違いますか？話してないようね。この危機を回避するためにシステム機能を一緒に行ってきたではありませんか。チーフ、様子がおかしいわ。なぜ今になって躊躇するのです？早く行かなくちゃ。今すぐよ。十分に考慮しましたが、私の答えは変わりません。我々はリングを作動させなければならないのです。他に方法があるとでも言うのですか？早くここから出ましょう。あなたにお手伝いいただけないのならば仕方がない。しかしインデックスは必要です。そのエリアを渡してください。でなければ合理な方法を使うことになります。そんなことはさせない。そうですか。頭以外を処分してください。気をつけて。起動させちゃダメよ。破壊するのよ。データの解析によれば、ある程度の規模の爆発を起こす必要があるわ。危険だけど、リングを不安定な状態にし、システムの誤作動を引き起こせば、ヘイローは大爆発を起こすはずよ。核融合炉を爆発させれば十分なんだけど。コブナントのネットワークから、オータムの墜落現場を調べてみるわ。船の核融合炉が比較的完全な状態で残っていれば、ヘイローの破壊に使うこともできると思う。
増幅、宇宙の彼方に照射することを可能にする3層のパルスジェネレーターから構成されているの。そのパワーレベルは膨大で、照射範囲の計算すらできそうにないわ。このジェネレーターを破壊すると、モニターはヘイローを起動する前に破損箇所を修理しなくちゃならない。十分時間を稼げるはずよ。ラビポイントで一番近いジェネレーターの位置を表示するわ。ナビポイントに従って、あれがパルスジェネレータね。真ん中にあるのが信号増幅器よ。エネルギーシールドのレベルは大丈夫？パルスジェネレータのエネルギーストリームを止めるにはビームの中を歩くだけでいいわ。でも EMP バーストはすごくエネルギーを消費するの。無防備な状態になってしまうけど仕方ないわね。いいわ、解析中。信号増幅器はオフラインになった。やったわ。二つ目のジェネレーターは隣の峡谷にあるわ。行きましょう。
のドアから隣の広告へ行けるわ。Thank you.
次のジェネレーターを片付けましょう。ジェネレーターはオーバーロードしたわ。オータムを見つけたわ。1200キロ先に不時着してる。オータムの核融合炉はまだ動作してるわ。オータムのシステムは艦長の権限なしに操作できないの。艦長、もしくは彼のインプラントチップを見つけないと自爆装置をスタートできない。あと一つよ。最後のパルスジェネレーターを始末しましょう。最後のパルスジェネレーターはあのトンネルを抜けたところにあるわ。
出ましょう。乗り物を見つけて艦長のところに行こう。時間がかかりすぎるわ。他にいい考えがあるのか。モニターはヘイローの至るところにあるテレポートグリッドを使っているんだわ。コントロールセンターにいたとき、グリッドの中に侵入する方法を学んだわ。あいにくテレポートにはエネルギーをすごく消費するけど。なんとなく嫌な予感がするな。もちろんあなたのシールドには損害を与えないよう気を配るわ。約束するわ、今回だけよ。やってくれ。